はい、えー、まあ、いよいよ明日がね、あのー、衆院選、えー、総選挙の、えー、投票日ということで、まあ、それにしても雨ばっかり。 しっかりなんでね、もう台風も来るとかって言われてるんで、もう早めに投票済ませた方がいいんちゃうかなと思うんですけども、まあ今日も雨降っててね、まあ大変やなと思うんですけど、まあこのやっぱその事項300議席とかっていうね、マスコミがもう大々的に言ってるんですけども、いや本当にそうなのかと、えー、やっぱり情勢っていうのはね、その事項300議席言うてからも、 あの、日々刻コ々クコクと変わってるわけですから、まあ、あの、やっぱまた、 え、自民党がね、49の重点区とか言って、あの、力、てこ入れするとこ設定したりとかね。まあ、やっぱ僕は50以上の選挙区で、やっぱりひっくり返る可能性はまだあるんちゃうかな、というのは思っててですね。んで、まあ、今日の週刊朝日、え、イラですか、ネットの方に載ってるのがね、やっぱりその最終盤で55選挙区は激戦区になっていると。 えー、その、というかどういうことかというと、やっぱその野党が、えー、勝てる可能性があるということでね。55の選挙区のうち、えー、そのうちですね、野党がリードしているのが25選挙区もあると。うん。だから25、えー、自民党、 がね、減る可能性があるっていうことですからね。で、もっとうまくいけば、さらに30選挙区プラスされて、55全部ひっくり返る可能性もあるっていうことですから、やっぱり最後の最後まで望みは捨てないと。<laughs> いうことがね、これも50減ったら安倍さん退陣ですからね。 う当ん、本当にね、やっぱその安倍さんの不支持率が、えー、高いのにね、その自公が300議席とかって、それでいいのかと、僕は本当思いますね。うん、まあでもね、やっぱその、このあえらが票を乗せてるんですけども、まあ自民党もそうなんですけど、やっぱ公明党のとこもやっぱ激戦になってるっていうね、えー、北海道10区がこう立憲民主党、公明党のね、 えー、方が、の、あの、争いなんですけども、これが立憲の方が、えー、ちょっとリードしてるような書き方を、このアイラとか週刊誌とかしてるんですよね。うん、だから公明党もね、ひょっとしたらわからんぞと、えー、まあ、比例はね、なんか3つぐらい落としそうだみたいなことが、まあ言われてたりするんですけども、やっぱり公明党もだんだんその、 鉄板というかね、100%勝てるとこしか立てなかったのがですね、だんだんその鎮痛力も落ちてきてんのかなという感じもするっていうことでね、やっぱりね、状況は変わってると。 えー、昨日なんかね、自民党の丸山和也さんが、えー、岩手3区のね、小沢さんのところで大暴言吐いたと、えー、相手候補に入れるのは脳がおかしいとかね。まあそういうのも響いてくるんじゃないかな。今日は朝日新聞でもね、その丸山さんの発言をやっと報道してたりとかして、うん、やっぱり色々ね、あのー、影響するんちゃうかなと、このままでいいのかと。 えー、か学園森友問題もね、えー、これでチャラにしていいのかと、いうね、やっぱその最後の最後、本当にいいのかなっていうね、うん、で、まあ、そのね、野党陣営だって、その火事場の馬鹿力みたいなね、えー、本当に最後の最後、頑張ろうと、本当これでいいのかと、えー、っていうね、力もあると思うんでね、やっぱ僕はやっぱ最後の最後まで、 諦めない。えー、こんだけ55変わる可能性があるわけですか現代とかって80選挙で変わるかもしれないとかってね、書いてましたから、やっぱりね、そういうのが大切ですね。うんあのやっぱもう、諦めない。最後の最後まで、えー、努力して、ほんで次にさらにつなげていくっていうのがね、大切やと思いますね。まあだから最後まで頑張りましょうっていうことで。